では見てください。こういうラインマンがいいよねっていうのね、ちょっと見てもらえますか。前半終了間際は残り30秒です。パスが通りました。ファーストダウンかなと、まあどうかなっていうのは、この線はテレビ見てる人しか分からないんで、まあまあどこにどうなったか分からない状態です。そこに早く起き上がって漏れに来た人もいましたね。まあこれ50番が漏れに来たんですけど、これまあ時間がね、これタイムアウト取るかどうかなっていうのは、なんていうのは分かんないわけじゃないですか、選手はね。だから彼ですね、こっちからこうなってこういうのを、まあ、取るわけですけども、でパスが行きました。はい、当然まあ通常アメリカンフットボールに詳しいとされるフルバックすぐ来ました。さあどうなるか、ファーストダウン取ったんかと。そしたらもうすぐに来ましたね、こいつがね。でまあちょっとまあこれ、まあ、タイムアウトはまあ取ったんだけども、さあこれでちょっと見たら分かりやすいんだけど、さっきのセンターですよね。ほんで5人こういって、分かりますかね、この人だけがすぐに行くと。他のはみんなパスプロ終わってそのままやから。これね、まあ前半だけども、まあね、これも試合負けてる時なり急がなあかん時に、まあ、こうやってセンターがこれだけリードしてくれたら、みんなをリードしてくれたらええやろねと。これはうまい下手に関係なく誰でもできることなんで、少しね頭働かして冷静であればできることだと思います。こんなね人がいればランニングバックもヒーローインタビューで LINE のみんなのおかげですって言うと思います。ね、ダッシュしていくでしょ、一人だけ。まあそういうことです。さあ次、そのまま攻め込んでいった後のプレイですね。これ残り2秒、クォーターバックが空っぽじゃない方に変わっています。でそのまま走ると。見てこの71番にボールを渡してスパイクさせてあげたけども、これ見てね、71番、このブロック、なアホないうぐらい相手吹き飛ばせるもんね。どう思わん、やっぱりブロックに出るってなったらこれぐらいいってほしいよね。うんかーん、どうがーん、どうがーんっていう、まあこういうところです。これぐらいね、チームのため、自分のためですけども、まあいいプレーを激しく賢くやってくれると嬉しいなと思ったので動画にしてみました。さっきのはね、さっきのプレーはまあちょっとブロック、この著しくえぐいブロックはなかなか簡単にはできませんが。
ね、ブロック良かったと、左のタックルすごいブロックしたな、相手。まあこんな感じで、今回はこんだけです。ゴリゴリダイガクプレゼンツゴリゴリ